どうも、YM パイソンのアレンです。今日はオープニングから声帯を映しております。メインはもちろんこのサソリちゃん。今日はサソリの飼い方について教えようと思います。僕が今現在飼っているサソリはこの茶黒サソリです。もうかれこれ1年ぐらいは飼ってます。ベイビーの時は本当に500円玉の上に乗るぐらいのサイズだったのに、もうこんなでかくなっちゃって立派になったな。で、サソリの飼い方を説明していきます。ケージ選びは 30×30 高さ30あれば飼えると思います。ただ脱走が怖かったり餌やりの時にちょっと怖いなと思うなら高さをもうちょい上げてもいいかもしれません。で、必要なのがシェルター、水入れ、あとはパネルヒーターだったり。僕はパネルヒーターを使ってません。エアコン管理なので必要ありません。サソリの種類によるんですが、熱帯系のやつがいれば、砂漠系もいれば、普通のなんていうか、まあいろんな種類がいるんですよ。なのでそのサソリに合った飼育環境を作ってほしいです。私は湿ってるところと湿ってないところを作るように頑張ってます。そんなこいつは群れに強くないので湿りすぎも良くないですって感じで、飼ってる生態の個体によってそこは変えてほしいです。それが準備できましたら今度は餌ですね。餌はもう基本虫です。虫しか食べないって思ってください。今言った条件がいけるって思うなら飼ってみてはいかがでしょうか。ってことで、もっと近くでそれを見ましょう。はい、ってことでサソリです。皆さん知ってる通り、この尻尾の先端毒があるので触らない方がいいです。ただ自分は観察目的や隅々まで見たいっていうことで自己責任で持ってるので、皆さんは真似しないでください。どうですか、これがサソリです。かっこいいでしょ。日本にも実はサソリっていて2種類、八重山サソリとなんとかサソリすいません、あんまり詳しくないので。これは茶黒サソリですが、よく似たので大王サソリっていうのがいます。大王サソリよりは一回り大きいですね、こっちの方が。でも向こうはかっこいいですね、爪もがっちりしてて。あとは一般的なサソリ言えばデザートヘアリースコーピオンとかいろいろいますね。で、サソリの目はこの頭の上についてる点々っていう2つですね。このちょうど今ど真ん中にあるこれですね。わかりやすい、これが目ですね。いやでもかっこいいなサソリ。ありがとう。ってことで今回はサソリの飼い方について説明しました。また見てね、バイバイ。